新年度に入りました。記念イベントや撮影会など、今週は盛りだくさんでお送りします。こんにちは、関西クロスニュースです。今週は、ご覧の内容でお送りいたします。はじめに、プレスリリース情報です。半壊の161号の大規模修繕工事をクラウドファンディングにより実施、営業運転する日本最古の電車となるも161号は1928年から運行され、あと7年で100周年を迎えます。前回の改造から10年が経過し、木造部分の腐食劣化が進んでいます。100周年をきれいな姿で迎えるためにも大規模改修工事が必要なのですが、業績悪化に伴い費用捻出が困難な状況となっています。そこでクラウドファンディングで行うことになりました。プロジェクトはすでに始まっており、6月25日まで募集しています。修繕する場所は8枚ある乗降口扉と外板の修理と塗装更新です。もちろん返礼品も用意されており、3000円から20万円まで13のコースが用意されています。中には竣工お披露目、車庫撮影会ツアーや鉄道部品、駅の屋根を支える柱に使われていた古いレール柱などもあります。阪急開業100周年記念ヘッドマークの掲出やグッズの販売などを実施。阪急線備線は1921年に開業100周年を迎えます。これに伴い、京都線と線備線で走る2編成に記念ヘッドマークが掲出されます。またヘッドマークデザイン缶バッジなどのグッズも販売しています。淡路と北千里でのグッズ発売は4月24日からです。能勢電3100系車両引退イベント開催。4月17日と25日に4月末で引退する3100系の撮影会が実施されます。17日は午前の2部制で撮影会と臨時列車に1往復乗車でき、DVD などのグッズがついて6000円の有料イベントです。25日は40分ごとの4部制で事前申し込みの無料イベントです。山陽3030号さよなら記念イベントを開催。山陽電車では5月21日に引退する3030号のさよなら記念貸切列車を運転します。イベントは引退後の5月29日で東須磨駅から2時間半ほど乗車できます。申し込み8月9日16時59分まで公式ホームページで受け付けています。価格は3500円、80名限定です。営電、電動貨車でと、1000型、1001号撮影会を開催。営電では修学院車庫にて、枕木やレールなどを運搬している車両、でと、1000型の撮影会を4月24日に開催します。申し込み8月18日まで、京阪カード通販サイトなどで受け付けています。価格は3000円。各回40名限定です。続いてお得な切符のコーナーです。今回ご紹介するのは営電の木舟昼食切符です。この切符は営電鞍馬線と木舟エリアの京都バスの1日フリー乗車券、貴船神社の水仙みくじと貴船料理旅館町の参加している11店舗から1店舗利用ができる昼食券がセットになっています。4月25日までの限定で
出町柳駅と関西ツーリストインフォメーションセンター京都で購入することができます。価格は5000円です。営田では去年の土砂災害で現在も市原から蔵間駅間は運転休止となっています。貴船は市原から京都バスで行くことになります。少し不便になりますが、災害復旧の応援のためにも、デト、線型車両撮影会に合わせて、利用されてみてはいかがでしょうか。高評価もらえるとモチベーション上がります。ありがとう。最後に、Nゲージ新商品のコーナーです。今回ご紹介するのは、トミーテックから3月に発売されました近鉄7000系6両セットです。近鉄7000系は直流 750V 第3気乗方式の京阪奈線と大阪メトロ中央線へ直通する電車です。京阪奈線は第3気乗方式で日本最速の95キロで ATC 運転がされています。京阪奈線での近鉄車両は7000系と7020系があり、違いはバリアフリー対応や表示機器の LED 化、貫通扉ワイパーなどです。なお、7000系は2004年から改造が行われ、現在は7020系とほぼ同じ仕様となっており、見分けがつきにくくなっています。乗車した時に一番わかりやすいのはGTO 素子と IGBT 素子の VVVF インバータオンの違いでしょうか。そんな7000系の鉄、これは税込み1万780円で発売中です。ご視聴ありがとうございました。編集後期です。このコーナーで取り上げてほしい話題があれば、動画コメントかツイッターに連絡をお願いします。今週のトークテーマは、現在の駅の人出、です。2021年度になり新社会人や、新しく中学校や高校、大学に行く人が電車を利用することも多いかと思います。私も社会人になって、10年ほど電車通勤をしていますが、だいたい毎年同じ傾向になってるなと思っています。4月は不慣れな人も多く、また新入社員は定時退社が多いからか、朝ラッシュというラッシュは激混みになります。朝は8時台、夕方は18時から19時台に集中します。逆に6時から7時台、20時以降は普段より少なくなります。この傾向はゴールデンウィーク前まで続き、ゴールデンウィークが過ぎると、激混み列車は減ってきます。今年度もやはり特定列車に集中的に人が集まっているので、出勤、退勤を1時間ずらすだけですごく楽に通勤ができるようになります。激混みラッシュ電車に乗りたくない人は時間をずらすと幸せになるかもしれません。4月は試してみてください。